あれは私が木の葉の里へやってきた。それがお父さん、つまり湊との初めての出会いだった。今日からやったらあんなマスカになるんだ。変な髪の毛。私はこの里の女性で初めてのほかげになって、里のみんなに認められる立派なほかげになりたい。トマト、お前は今日からトマトね。太ってて丸い顔、赤い髪の毛、止められるわけねえじゃん。そいつが私にちょっかいを出すからだってばね。弟をいじめる悪い奴にはたっぷり説教しないとな。本物の家内。変わり身の術にも気づかないのかよ。まだまだガキじゃん。本当に真っ赤だな。になんかなれるかよ。よそ者だから助けてもくれないっての。僕は。あんたもこの里をふるさとと思いたいから、だから言っただけなのに。けどある事件があって、私はこの赤い髪が好きになったの。ただいま。誰か。この赤い髪を切って道に落としていった。敵に気づかれないように国境間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った時、綺麗な髪だからすぐに気づいた。でもこれは里と里の争いごと、今までの件。よそ者でも。なんで。君は木の葉の里にいるんだから。彼は私を変えた。この大嫌いだったただの赤い髪は、湊を大好きになった。
いいですか。確かに私たちは九尾の器です。まず先に、その器に。そうすれば、たとえ九尾の人中力として生きていくことになっても。うん。ナルト、あんたが泣くことないじゃない。あれは、暁の面をしている男の仕業だったって、父ちゃんが言ってた。あの時、私の方の割合を大きく、港の方は時間がなかった。でもその寸前までは、私が九尾を封印して持っていたの。じゃあ、なんで？そこを狙われて、九尾を奪われた。封印が弱まる唯一の機会を迎えるまでの約10ヶ月間。封印に使ってるエネルギーが、今より16年前、10月10日。予定日は、そう。え？赤ちゃんが？私、母親になるんだってばね。母親だってばね。これで俺も父親か。クシナ、出産に際しお前に説明しておかなければならぬことが、里から少し離れた結界の中で出産してもらうこと。港と暗部のタジ、そしてわしの妻琵琶湖を付き添わせるってわし直轄の暗部じゃ。場所まではあつしが案内する。そろそろ移動しておくえ。はい。うわあ、女の子だっけ。おお、三代目の父上と同じ名前かえ。はい、名前はナルト。サスケ君とは同期になるか。へえ、クシナでも怖いことあるんだ。意外。移動までの間、知り合いがいても接触はなるべく避けるのじゃ。はい。わあ、痛いってまで。これは大丈夫なんでしょうか。大丈夫じゃえ。四代目ほかげともあろうもんが、おたおたすなえ。頑張れ、ナルト。ナルト、早く出てこ。おゆちゃん。生まれた。元気な男の子じゃえ。なるほど。やっと会えた。クシナ、体は大丈夫？よし、出産したばかりで大変だけど。四代目ほかげミナ、人中力から離れろ。一体。待て、落ち着くんだ。それはお前だ、ミナ。ミナト。よかった、ナルトに怪我はない。狙いはクシナ。お前から九尾を引き出し、港の瞬身の術、そのマーキングが、しかも出産で九尾の封印は弱まっている。このわずかな隙を、今すぐ母さんを助けに行かないと。
このままこの葉隠れの里に向かう。キュービの人中力だったお前だ。先行と呼ばれるだけはある。ああ無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。向かう気よ。どうしたいいから。無理だ。